皆さん、こんにちは、トーマです。今回はこちら、エントカテレビションピングやっていきましょう。ということでね、やっていくんですけど、ちょっと前回ちょっと何したか忘れたんで、とりあえずノルマがやばいんで、全然問題なしでしたね。じゃあ、ということで、まあそうですね、もう適当にもう高いやつをたくさん売りましょうか。これを、そうですね、こちら、あ、薬用石鹸はまだ誰も言ってないですね。こちら薬用石鹸をこちらのね、絶対必要ないジジイに売っていきましょう。お、マッチしますね。では、レディーゴー。では、行きましょう。よし、できる限りちょっとちゃんと頑張りましょう。皆さん、こちら、司会の小川です。今回ですが、この回です。どうぞ。ふごふがは、よろしくじゃん。マイクの音量を上げていきましょう。さて、今回ご紹介したのは、これ。薬用石鹸ですからね。やっぱり、いや、効果抜群。効果抜群の、そうですね、国産とか外国産とかって意味あるのかな？なんか薬用石鹸で言っても。どうなんだろう。お、あ、いいんだ。やっぱ国産はいいんだ。よし、やっぱ、あ、でも何か書いちゃった。で、おすすめです。おいおいおい、なるほどね。そうなんだ。国産だとそんなメリットが。よし、行きましょう。石鹸なんでね。よし、ちょっと今回ちょっと目つぶってやります。はい、何も見てないです。あ、食べるようになっちゃいましたね。こちら自然由来の素材で作られてますので、鍋物で血を使うけど、美味しい出汁を取ることができる。泡だらけですけど、絶対ダメだろ。ダメだろ。甘えに行ってもな、取れたかねえんだよな。では、聞いてみましょう。そして、この中だと一番、まあ、ちゃんとしてそうな、この人にしましょう。どうなんだろうな。この石鹸を使ったら見て、この髪。チリチリゴワゴワまるで出し。でもね、これ意外と心地いいのよ。卒業面接だったら自分の頭で誇りつればいいんだよ。うふう。この人が芸人向いてんな。では、番組紹介したらに、水素水。水素の音。はい、水素水行きましょう。どうだ、水素水は普通に合うんじゃないか。あ、ダメだった。さあ、こんだけ商品を視聴率11%ってやばすぎやろ。さあ、どうなんでしょう。なるほどな。11%でこれは、でもあんま売れなさそうだな。どうなんだろう。ということで、あ、やべ、全然客いね。本日の成績11%、キャッチフレーズ、わあ、だだだだ、ダメだ。全然ダメだ、本当にひどい。21個、少なすぎやろ。うわ、少な、30個、35万、あ、なんでこんな商品を VIP は買いたがるんだ。VIP は何が買いたいかわかりませんね。とりあえず動画見ましょう。よっしゃ、10個ゲット。よし、ということで、さらにゲットして、なんということで、368万、すごい売り上げ。あー、でもノルマが厳しい。はい、ということで、まさかの一気に動画が近づいたけど、まだまだ金ね、どんどんお願いしましょう。で、テレビはね、今ね、全然勢いがないって言ってますけど、全然いいと思います。で、カニをですね、そうですね、普通だったからね、やっぱ大阪の人はカニ好きっしょ。過去同偏見で草。そうですね。てんてんてんてれんて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 ん
さあ、もう何回も来てるんで、もう紹介は省きましょう。はいはいはい。ということで。そうですね。やっぱカニですからね。カニといえばやっぱこれです。お子様も安心し、やっぱね、いきなりね、噛みついてきたらね、人はね、焦っちゃうんで。で、体の芯までポカポカ、鍋でもやるんですからね。はい、はい。ということで、おー、やっぱ、いいですね。あ、ダメだ、さっきと一緒ぐらいだ。はいはいはい。なるほどね。立派なカニさんですから美味しいっすよね。あ、やっぱお腹出てきた。お腹出てきた。カニ見てたら、絵でもお腹出るんだ。じゃあ目つぶってきまーす。まあ、これぐらいだと僕はね、何がね、強いかとか全然、今だ。お、よし、やっぱり行きました。あ、やっぱりね、もう目つぶって、もうだんだん慣れて。体柔らかい特殊な種類のカニですので、顔を剥がそのままいただけちゃうんです。それならカニの目も、でも無言になりません。うまいカニカマみたいな味だ。カニカマってカニ入ってないらしいですね。最近知ったんですけど。そうですね、やっぱね、ここはね、なんか、ひろゆきさんっていうな、この人、まあ使わないんだけど、やっぱ安定を選びますよ。どんなに、例えば10回に1回で100億円が当たるのと、1回で10億円が当たるんだったら、僕は1回で10億円を選ぶはずですね。なんも面白くない。はい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 。やっぱり、エクセレントですね。カニ、満足してるよ。知らんけど、知らんけどって僕も言います。知らんけどって。カニカマをプレゼントしましょう。はいはいはい。さ、どうだ。でもこんなんお互いにちゃいますね。ほんまにお互いにちゃう。安心しろ、キド。このカニなんと8,400円。え、おい、頭、8,400円でいいですか。おい、ええぞ。みんなでカニパーティーしようや。
ほんまにが、とがり、とがりじゃねえ、間違えた。ほんまにおかしいな、最高やわ。あ、はい。ということで、キド、この後は鍋パーティーだ。ということで、今回は、キド派のナンバーワン、あ、キド派じゃない。今回は天王寺組の頭、大竹と。キド派のナンバーワン、キドがお送りしたでヤンス。ヤンスなんか今、キドがヤンス言ってるとこ見たことないわ。はい、ということで、まあ、意外とコミュニティで好評だったんで、こんな感じで声真似を入れてみたんですが、すいません、僕モノマネのクオリティは本当に低いと思ってください。本当に低いです、モノマネのクオリティは。はい。ということで、お、147個、だいぶ売れましたね。カニだけ、お、得意な商品でした。やっぱり好きっすもんね、カニは。いいっすね。はた、ノルマ達成とまではいかず。はい、ということで、ノルマ達成してへんけど、なんか購入できそうな気してきたわ。じゃあ、購入してこが、伝説の剣、こんなんドスやないかい、おい。なんかすごい、なんか自分でモノマネやってて、なんかすごい、これいいのかな。ちょっとコメントで、ちょっと今回みたいに、ちょっといいのか教えてください。でも、ま、これ、ということで、伝説の剣をですね、こちら YouTuber にやってもらいましょうか。さ、ということで、今回のゲストは誰でしょうね。皆さん、こんにちは。おたかです。今回、膝この方です。どうぞ。某さんか、某ヒューマンバグ大学で人気のあの人です。俺の名前は小峠がふと。さて、今回ご紹介したのはこれ。そうだ。やっぱりね、伝説系なんでね、特選、たくさんありまして、ね、で、幻の、まあ、剣、幻って伝説系ですからね。はいはいはい。今回が我が名が自家主に言うて、まあまあ激レア商品でしょ、そら。そんな、めっちゃいい。そうね、小峠の兄貴が言いそうなこと、そうやな。なんだろう、小峠かぶと言いそうなことないやろな。兄貴がこの塗装を持ったらまさに百戦錬磨の甘組だな。これはいけるわ。さあ、こちらの商品何がすかご覧ください。そうっすね、やっぱりですね。よし。じゃあ目つぶっていきましょう。これだ。お、綺麗になりましたね。いいっすね。これのあいつが魔法が開けても大丈夫。千の力秘密はね、スイッチ一つで誰でも簡単に雷の、神の雷。あ、うまいね。はい。対象年齢6歳。お子様。おー、マジか。へぇ。それでは実際に購入しての感想を聞きましょう。あ、もう勇者いますね。この人しかいないやろ。はいはいはい。吉田さん、どうだろう。以前は銅の剣を使って戦ってたんですが、攻撃力が低いせいかレベルが全然上がらなかったんですよ。この商品を使ってから強いモン様に刺激倒すんです。このまま落としとかなって勝て方です。その勇者といえばね、今、シマシマリスのめっちゃ面白くないですか、シマシマリスって言うんですけど、なんか魔王シリーズ。今、勇者が賢者だったあたりかな。めっちゃ面白いんで、ぜひ見てください。なんか宣伝しちゃった。やべ、面白すぎて宣伝しちゃった。はい、すごく満足してます。今回こちらの番組で、さらに、ヒノキの棒を強いでしょう。ヒノキの棒、ありがとうございます。ヒノキの棒、俺は野田の兄貴が大好きだったな。はい、ということでご注文したら何故か準備をしてください。おーっと、はい、スタンドアップ。はい。でもこれ、結構いいお値段するんじゃないですか。任せが今回頑張っていただきました。なんと破格の13,700円でのご提供。これはバズるぜ。言わねえわ、ことこんなこと。はいはいはい。すごいな。そんな気持ちください。お問い合わせ。お問い合わせこちらまで。てんてでん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 。今回は、小峠かぶとと私でお送りしました。それではまた次の放送でお会いしましょう。ヒューマンバグ大学。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では、あ、ごめん、ここ、はい、はい、です。はい、もう途中からもうセリフが変わりました。本当にこんなのでいいのかな？コミュニティを僕は信じていいのかな？こんな感じなんだけど、絶対なんか前の方が良かった気がするけど。まあ、マジでコメントで教えてください。前の方が良かったとか思ったりとか、まあ、今回の方がいいなって思ったらコメントでぜひ教えてください。やっぱ得意だったか。俺には得意な、目を見せろ。俺には得意なものを見る力があるんだ。はい、城ヶ崎さんですね。城ヶ崎さん！よし。おっ、ということで。おい、ほんまに俺はこんなんができて幸せやわ。楽しそうやわ。はい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 は
ちょっと、意外とは失礼じゃん。このトークセンスどう考えてもらえすぎじゃん。いや、酔っ払いしか見えねえ。そうですね。でしょ？で、メガネ君に頼みがあるんだけどさ。メガネ君ってお笑い芸人だったんだよね。あ、そういえばもっとお笑い芸人だった。なんで自分で忘れてんねん。あ、はい、でも。じゃあネタ見せるじゃん。見たいじゃん。え、ちょっと待ってく。はい、3、2、1、はい、ドン。メガネ、一発芸やります。メガネ、目がでかくなっちゃった。見なかった声するじゃん。はい、そうしてください。でも思ったじゃん。メガネ君、司会者の方が向いてるじゃん。え？この仕事選んでよかったじゃん。採用した俺すごいじゃん。あ、はい、ありがとうございます。おやっぱり人は目の見あるじゃん。はい、尊敬します。いやいや、さすがにそこまで言うと照れんじゃん。いえ、本当のこと言ったまでですよ。じゃあ遠慮なく言うらしじゃん。あ、そうだ、帰る時間じゃん。あ、はい、お疲れ様でした。あれ、なんか乗せられた？ラブ企画100万ゲット。お、商品が売れやすくなりましたね。いろいろ増えました。はい、やばいやつの、小峠カブトの絶対違う。バイバイ。ということで、今回動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。今回のちょっと意見ちょっとマジで気になるんで、ちょっとマジでコメントでお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またね。